岡山理科大学は、岡山県岡山市北区理大町一番一号に、本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された、大学の略称は、理大、岡治む。理工系の大学であり、7学部21学会1コースと4つの研究科を、有し、約5000人の学生が学ぶ。理大という略称を用いているが、 全く無関係である、東京理科大学との御用や混同を避けるため、あえて、岡山理大もしくは、岡治虫、岡理大など、土地の名を加えた略称を使用する場合もある。学科では、略称として、岡山理大が使われている。半大山中腹に並ぶ、校舎群今治キャンパス所在地見学の、理念一人一人の和ー度が持つ能力を、最大限に引き出し技術者として、 社会人として社会に貢献できる人材を養成する。岡山理科大学は1964年に理学部の設置をもって設立された。1986年に工学部を、1997年に総合情報学部を、2012年に生物地球学部を設置するなど学部を増設している。昭和平成令和学部。 研究科付属施設学友会が以下の組織で構成されている。上記体育局に所属する体育サークル、及び文化局に所属する文化サークルのほか愛好会が存在する。詳細は各リンク先を参照のこと。理大長キャンパス、今治キャンパス国内大学海外、大学理大長とは、岡山県岡山市北区の町屋座。 岡山理科大学ひいては運営法人である、加け学園本部の在地住所でもある。郵便番号は700の0005。本学敷地範囲を地域限定的に言い換えた通称と誤解されやすいが、これは行政上における正規の町寺である。この町地の名は、本学の存在に由来するもので、本学及び隣接する付属校である。 岡山理科大学附属中学校、高等学校も同様に理大長を在地とする。これは1973年10月1日に行われた岡山市の本学周辺地域を対象とした長技名称の整理による名称変更にて定められたものである。それ以前の本学の地域は大技上においては大半が ハンダさんの登録の集落である宿の一部であった。行政上においては、理大町は、宿から、近隣のハンダ町、宿、本町などと同様に分離成立した形となっている。なお、関連校である、岡山理科大学専門学校及び、関連福祉施設である、順庄保育園については同時に分離成立した、ハンダ町の町域である。理大町に関するカテゴリー、 ありがとうございます。